120度の温度で巻いていきます。縦に頭を割っていくようなイメージで取っていきます。しっかりと長い毛はすくってあげて、ちょっとゆるっとさせていきますね。ハードスプレーをつけながらほぐしていきます。後ろですね、一番後ろでこの結び目の上くらいですかね、この上ぐらいをぐーっと引き出します。結構引き出しました。で、ちょっとごめんなさい、私これハードスプレーで止めていきます。はい、次お隣です。はい、次耳の正面から見た時のここですね、耳の後ろ。今大きく 1,2,3 個引っ張り出しました。結構ですね、皆さんが思っているよりもいっぱい引き出したんじゃないかなと思います。反対側も引き出していきます。一番中央が引けていないので中央も引きます。自分でやるときは本当に鏡見ながらこう引っ張っていく感じです。この引き出す時のポイントは自分が思っているよりもいっぱい引き出すことですね。で、今引き出してきたのが後ろと横、この4点引き出していきました。で、わかると思うんですけど、特にボリュームもなくここもへこんだ状態なので、次はレンガ状に根元の付近から引き出した。今度は少し距離を取ったこの辺ですね、このへこんでいる部分を引き出していきます。引き出します。近づきますね。へこんでるこの部分を引き出していきます。この時注意したいのはこの鉢ですね。鉢が張っている方が多いと思います。私かなり鉢張りで絶壁なんですけど、この鉢を引っ張ってきてしまうとフォルムが四角くなってしまうので頭がでっかくなってしまいます。鉢の出しすぎは注意してください。アップスタイルは丸を作るのが可愛いとされていて、四角いと、まあ、男性的っていう風に言われているので丸を意識して出していきます。なので私今横を出してますけれども、今度はトップを出していくとですね、より丸いシルエットに近づいていきますので、こんなにねいっぱい引っ張っているんですが安心してください。こんな感じで横とトップと全体的にですね引き出しが終わりました。耳の上もピタッとしているのではなく、いやいや耳に被るように引き出しをしております。で、最後に前髪を巻きますが、その前に後ろちょっとお見せします。まだ髪の毛の後ろほぐしてないんですけれども、こんな感じでここまでが、まあ、後ろ見たりせずに自分の手だけでアレンジできていきます。ただ結ぶんじゃなくてこういう風になっていたらどこから見てもおしゃれだなという風な印象になるんじゃないかなと思います。では前髪巻いていきます。前髪が短い方はですね、まあ、もちろん内巻きでも構いません。で、私みたいにですね長い前髪をしているんですが、ここがベターンとなってしまうとよりこうトップにボリュームがないのが一番老けて見えたりですとか残念ですよね。おしゃれには見えませんので、アイロンで根元を立ち上げていきます。で、立ち上げる方法としては薄く取っていってですね、この角度よりややこちら側にアイロンを倒して入れます。で、しばらくキープさせる。はい、このカールがここにつくので、さっきよりも立ち上がったのが分かりますでしょうか。先に毛先まで巻き込む前にですね、これを根元に仕込みます。この頭皮よりグッと仕込んでいきますね。立ち上がったの分かりますかね。立ち上がりました。ではもうここから簡単です。ワンカールと羽に私は入れちゃいますね。もう巻くのと巻かないのでは大違い。あとはこの耳の揉み上げの部分ですかね、少しややくれ毛を出したのでこちらもしっかりと巻いていきます。左右同様にいきますね。先に毛先の先をですね巻いてから、こっちを先に巻いてから根元を起こそうと思って起こすと、根元の方向性が変わると毛先の向き変わるので、はい、せっかく外に向けたのに根元後から立ち上げてしまって、毛先の方向が内側向いてしまってもう修正が効かないっていう風にならないために、先に根元を立ち上げてっていう風にお伝えをしておりますので、そこを気をつけていただければ幸いです。もちろん美容師さんだったりテクニックのある方であれば後々ですね修正が効くのかもしれないですしね、余計なお世話かもしれないんですが、一般の方ですとかもちろん技術のある方もいらっしゃると思いますので、お好きにしていただいて構いませんが、私のおすすめとしてはこういう感じで巻くのがおすすめです。ちょっと私の髪の毛の伸び具合のせいでですね、若干ここのバランスが悪いんですよね。厚みとバランスが悪いのでちょっとイレギュラーですけど外巻きです。基本顔周りは私は内巻きには入れないです。
やぼったくね見えてしまう可能性があるので外が多いです。ワンカール内巻きはやるんですけど、こういう風にカールつけるときは基本外巻きです。巻き終わりました。こんな感じで、このアイロン一つでドライヤーでブローしなくても前髪を立ち上げることができます。先ほどのようにアイロンをこう入れるっていう技ですね。そういう風にやっていただければ本当に時間短縮しながらこうやって1本でいろんなアレンジができるかと思います。今回はゴムと、まあ、オイルですとかハードスプレーを使って一つ結びをしていきました。ポイントとしてはこの耳の上だったりをピシッとするのではなく、ちょっとこうかかるぐらいほぐしていたりします。でこの耳の後ろもしっかりと引き出すことによってなんかアレンジ上手なんだなっていう風にこう引き出すだけで変わっていくので、ぜひ皆さん試してみてください。フォルムも最初にお伝えしたように丸いフォルムを作るようにこうちょっと意識しながらやってあげるとよりクオリティの高いものになるのかなと思います。では実際にやったアレンジの後ろともう一度お見せしていきます。こんな感じです。ぜひ皆さんのお役に立てれば幸いです。セルフアレンジ挑戦してみてください。今日もご視聴ありがとうございました。失礼します。